セイスモサウルスは中世代ジュラ紀後期の巨大竜脚類の無光名。俗名は地震トカゲのおいで、歩くと地震が起きるほどの巨体ということから命名された。現在はリプロドクスのシノニム。推定全長33メートル、体重40トン前後。長大な首と同様に長い尾を持つ。体格は比較的細身であった。獅子はその巨体に比してやや短い。 要素がやや低いため胴体は後継する。1979年にニューメキシコ大学所属の古生物学者デビッド・ギレット博士によって発見された。発掘された骨格は現在この一つのみが知られている。発見当初は全長50から60メートルとも言われていたが現在は前述の体格と判明している。当初は本種が 史上最大の恐竜とされていたが、1993年に、さらに巨大とされるアルゼンチノサウルスが発見され、その座を譲ることとなった。しかし、それでも、スーパーサウルスやマメンチサウルスと共に、ジュラキ最大級の恐竜であることには、変わりはない。2004年に、同じディプロドクス科のディプロドクスの一種であることが、判明し、ディプロドクスハロルムとして、再分類された。 ありがとうございます。